ラフピースは日本テレビ開局50年と吉本工業創立90年を合わせた記念プロジェクト。記者発表では日本テレビの萩原敏夫社長と吉本工業の林博明社長によるコンビザ社長図が漫才を行った。ラフピース笑いは日本を救うと題したキャンペーンが行われ2002年10月5日には 吉本工業所属のタレントほぼ総出演でのバラエティの特番が放送された。視聴率は関東地方で14.9%、関西地方で18.4%。キャンペーンソングは TM ネットワークのキャッスル・イン・ザ・クラウズ。司会を今田工事東野工事が担当し、ダウンタウンと島田紳介が1コーナーずつ乱入した。 吉本芸人の中でも、桂三氏、赤カシ三馬、ナインティナインなどは出演していない。松本信介では、ガキの使いの成功で、勘賢事に借りがあるダウンタウンには出演依頼ができたが、勘がくどいて、恋のから騒ぎ出演に至った三馬にはできなかったとのこと。この他、ルミネザ・吉本で2002年9月から10月に、吉本工業をぶっつぶせ、 というイベントが行われた。吉本工業と他事務所の若手芸人が毎回一組ずつ登場し、ネタなどで対決する。電波少年的放送局で生放送され、双方向機能を使って視聴者が投票し勝敗を決め、吉本芸人が負けた場合は、ルミネザ、吉本の出番を何回か譲らなければならない、ルールだった。 なお後日吉本ファンダーンゴ TV でも録画放送された。インパルス VS ドランクドラゴン、タカトシ VS 鉄トモ、ルート 33VS マスダオカダ、サカイスト VS バカリズム、ハリガネロック VS、オギアハギ、ハローバイバイ VS 劇団一人といった人気芸人による対戦が見られたものの、CS 放送の視聴者自体が少ないため、ほとんど話題にならなかった。なお、 ラフピースプロジェクトの最大のハイライトとして制作、公開されたのが映画、アスワールサザムービーであった。吉本芸人を主要キャストに起用し高視聴率を獲得したドラマの劇場版だが、興業的にはかんばしい結果を残せなかった。ありがとうございます。